かかみが原大橋は、岐阜県かかみが原市、上中屋と、同市川島小網町の木曽川に架か,かる市道の橋である。2013年3月24日開通。建築中のかかみが原大橋。2011年5月、岐阜県側より、撮影2004年11月1日、橋間郡、川島町が、かかみが原市に編入され。 かかみが原市川島となるが、同じ市でありながら、川島と木曽川北岸部とを直接結ぶ橋がなく、橋間郡笠松まつ町経由の渋滞頻発ルートしかない状態であった。そこで、かかみが原市は新たな橋の建設を計画するが、岐阜県の事業とした場合は完成までに約10年かかってしまうため、早急に完成を目指すかかかみが原市は、市の事業として、 建設を行うことになった。計画時には、三つのルートが考えられていた。木曽川北葉川木曽川木曽川最終的には三の案が採用された。かかヶ原大橋の完成後は、木曽川南葉川で、同志川島小網町と江南市宮田新名町とを結ぶ、新名町網橋とも接続し、かかヶ原市の西部方面から名鉄犬山線の江南駅方面に達する。 新たなルートとなった。明治時代中頃までは、各見原大橋の建設地の上流に、松本の私という、個人経営の渡し船があった。川島町市の中の、川島村木曽川水行交通絵図には、松本村から、小網島に至る、松本渡るが明記してある。また、明治24年の、地形図には、羽織郡上中屋村から、 小網島村に至る私が記載されている。現在、ここには、コンピラ神社が祀られ、鳩場も残されており、神社には、宝剣コンピラ大権現文化14定中10月10日、と刻まれた灯籠が残っている。さらに小網、島村を通って、南に向かうと、神明の私に出る。ありがとうございます。